それでは大変お待たせしました。イベントを始めていきたいと思います。本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。私はベルーガの飼育係の大友と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆さんに質問をさせていただきたいと思います。ベルーガ、白イルカという生き物をもともと知っていたよという方、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。今日はですね、あまり、ないほどかなり多くの手が上がっていますね。どうもありがとうございます。いつもですね、もっともっと少ないんですけど、今日はですね、普段の倍以上のお客様が手を挙げてくださったと思います。で、今日はですね、皆さんベルーガ好きのお客様ということで手を持っておいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。でもですね、やはり半分以上の方はまだ知らないようなんですね。それもそのはずです。ベルーガという生き物は日本ではまだ4つの水族館でしか見ることができない、とっても珍しい生き物なんですね。そしてこのベルーガたち、変わった特徴があるのでちょっとご紹介させていただきます。ベルーガは別名白イルカとも言いまして、ご覧の通り体の色が白いことが特徴です。氷や雪の世界、北極などで暮らしていますので、この白い体の色というのはカモフラージュの役割があると考えられているんです。しかし生まれてくるときはこの周りの岩の造形のように全身濃い灰色をして赤ちゃんが生まれてきます。なんでかというとですね、赤ちゃんが生まれてくるのは水深の浅い水が濁ったような場所なんです。その水の濁りに今度は合わせていると言われているんですね。そしてこのベルーガたち、見てください。泳ぐときお腹のあたりがタプンタプンとしているの分かりますか。これですね、全身たくさん脂肪がついているんです。大人のベルーガで一番分厚いところの脂肪で20センチぐらいの厚さがあります。この脂肪でですね、コートのような役割をして体温を守っていると言われています。この脂肪を維持するために私たちいつも餌の量ですね、気をつけているわけですけれども、ベルーガ1頭あたり食べているカロリー、3万キロカロリーから4万キロカロリーぐらい1日に摂っているわけですね。大事な脂肪ですからね。そしてもう一つ、背中に三角形の背びれがないことも特徴です。氷で覆われた海を泳ぐときに背中がぶつからないようになっていると考えられています。こんなベルーガたちを現在名古屋港水族館では6頭飼育しています。ちょっとまだ呼んでないのに来ちゃいましたね。何、まだ呼んでないよ。はい、ワイナーさんのところ行ってください。はい、僕もびっくりしました。振り返ったらでっかいベルーガがありましたけれど、今まだですね、本番前だったんでちょっと。はい、じゃあですね、気を取り直してですね、はじめグレーというメスのベルーガを呼びたいと思います。じゃあ最初この辺りに呼びますね。はい、奥の方からやってくるのがグレイです。はい、こっちだよ。推定年齢19歳のメスのベルーガです。はい、こっちだね。それでは皆さんにご挨拶します。皆さん、こんにちは。ちょっとだけ布みれが作ってますね。はい、じゃあこちら側のお客様には、さあ、お辞儀しようか。こんにちは。上手にご挨拶してくれましたグレイです。グレイは特徴があります。頭や背中などに唐草模様のような模様がついているんですね。わかりますか。模様があるのをグレイと覚えておいてください。じゃあグレイ、後でまた来てね。入ります。上手にご挨拶できました。次はさっき勝手に来たターニャがね、今度はですね、ちゃんと合図で来てくれますからね。はい、ターニャは右の方から来てくれますよ。推定年齢23歳のターニャ、ちょっと気分屋さんなところがあるんですね。皆さんお察しかと思いますが、さあターニャ、じゃあ次はね、ちょっとね、ベルーガの今日の不思議な魚の食べ方のポイントとなる口を見せてもらいたいと思います。口元を見てください。揺れてるの分かります。この柔らかい口元、今日のポイントです。こっちだよ。この口がですね、ベルーガ大切なんですね。
普段こう微笑んでるようにちょっと笑ったような顔して可愛らしいですが、口元が柔らかい筋肉でこう包まれているんで、そう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 、プルプルだね。ねえタニア、もう勝手に来ないでね。分かった、呼んだら来てね。さっき勝手に来たのにもう帰りだそうですね。じゃあ帰ります。タニア、ありがとう。ご挨拶は上手でしたね。じゃあ次は唯一のオス、高齢なオスのホドイというのを呼びたいと思います。はい、もうしっかりとですね、人生経験というかベルーガ、人生の豊富なベルーガですね。落ち着いたゆったりとした動きをしている、かっこいいベルーガですね。さあホドイ、こっちだよ。上から来ます。はい、ホドイです。大人のオスのベルーガの特徴として、頭、特にこのメロンという膨らみの部分が大きいのが特徴です。あとは胸びれの縁が反り返っているのも大人のオスの特徴なんですね。さあホドイ、皆さんですね、カメラをこう構えてくださってますがですね、ホドイ、これで終わりなんですね。来ることしかできないんですね。皆さん、この貫禄をですね、十分印象に焼き付けておいてください。ホドイ、ありがとう。これ吹くと帰っちゃうというシステムなんですね。さあホドイ、今日の出番これで終わりです。じゃあですね、ベルーガのちょっと紹介に移っていきたいと思います。またですね、メスのパーニャとグレイ、この後来ますから楽しみにしててくださいね。ベルーガは野生では様々なものを食べていることが知られています。例えば魚の他にもエビやカニ、イカやタコ、他にもゴカイなども食べていると言われているんですね。こんなベルーガたち、名古屋港水族館ではこんな魚をあげています。さあ、魚好きの皆さん、詳しい方いたらぜひ分かったらですね、先に言ってくださいね。いきますよ。まずこれ、さあお父さんたちを中心にですね、食べたことがあるんじゃないでしょうか。ん、ホッケ、ピンポン大正解、ホッケです。ね、ホッケ、こう丸ごとだとですね、こんな姿形です。開きとかだとよく居酒屋さんで出てきますね。僕も大好きな魚です。ホッケ、よく分かったね。じゃあね、次これです。卵がおせち料理とかお寿司に使われて美味しい魚です。もちろん身も美味しいですよ。あれ、ニシン。あ、大正解ですね。ありがとうございます。これニシンですね。あ、こちらの方の方からも聞こえてきました。ニシン揚げています。これもね、北の魚でとっても美味しい魚ですね。そしてこれ、今日のポイントになる餌の魚です。野生のベルーガもこの魚を食べていると言われています。砂に潜る性質があって、この東海地方だと煮つけて釘身といって食べられたりもします。あ、大正解です。イカナゴですね。イカナゴも食べています。この辺で見られるイカナゴより大きな北イカナゴという、やはり北の魚をあげているんですね。やはりベルーガたちが住んでいるところで実際に食べているような魚を私たち集めているんです。そしてこのイカナゴを野生のベルーガも食べているというお話しましたが、これ見てください。ベルーガ、イカナゴは砂に潜る性質があって、こうやって砂に潜っちゃうとベルーガたち食べたいなと思っててもあまり食べることができなさそうですが、実際こんなイカナゴも食べていると言われているんですね。じゃあどうやって食べてるでしょうか。砂とイカナゴを入れるわけにはいきませんが、この水槽で特別な実験装置を使って再現していきたいと思います。じゃあ上から実験装置を下ろしてもらいましょう。はい、じゃあ準備できたら下ろしていきますね。今もですね、北極の海ではベルーガたちが同じことをしながらイカナゴを探しているかもしれません。野生のベルーガをですね、思い返しながらというか思い浮かべながら、このイベント楽しんでいただければと思います。さあ降りてきました。この透明な筒の中に餌のイカナゴがたくさん入ってます。砂に潜ったイカナゴだと思って、今からベルーガが食べる様子をご覧ください。じゃあ最初はですね、右の方からターニャがやってきます。さあちょっと気分屋さんなターニャ、少しですね、気分のムラがあるようですが、今日は頑張ってくれるかな。いきますよ。さあ上手に食べ始めてくれました。わかりますか、どうやって食べてると思いますか。あ、吸って食べてる。
吸って食べてますね。大正解です。吸う前に何かやってるんです。見てください。沈んでるイカナゴを口元に持ってくるために何かしてます。そう、今やってることですね。これ水を吹いてるんです。水を吹いてイカナゴを舞い上げてから吸い込んで食べてるんです。そしてさっきターニャが見せてくれた柔らかい口、これがポイントになってます。私たち人間のように口をすぼめることができるので、こんな水の使い方ができるんですね。ターニャたくさん食べて戻ってってくれました。じゃあ次は奥からグレイがまた残りのイカナゴ食べに来てくれます。水を吹いて吸っている様子、ぜひ注目して見てみてくださいね。さあグレイが一呼吸を置いてから来てくれますよ。あ、わかりやすかったですね。今空気も一緒に吹きつけられてきました。さあこうやってイカナゴを食べるわけですね。砂に潜ってても砂ごと舞い上げて魚が出たところをピュッと吸い込んで食べると言われています。今北極の海、ロシアやアイスランドやカナダの方ではこうやってベルガが今まさに餌を食べているかもしれませんね。あれ止まっちゃいました。今もぐもぐしてますね。基本的に歯はあるんですけど、私たち人間のようにこうすりつぶしたりはしないんですね。歯で餌を捕まえる時の、掴む時の役割だけなんです。基本的に丸飲みです。さああとは胸びれも見てください。こうやって胸びれ器用に泳ぐイルカやクジラって珍しいんですね。さあグレイもたくさん食べて戻ってくれました。さあこのようにしてですね、ベルーガたち野生でも、変わった餌の取り方をしていると言われているんです。皆さん知っていただけたでしょうか。さあそれではですね、餌の食べ方これで、終わりになるんですけれども、さすがにですねちょっとですね、これ見ただけで終わりというのはちょっと寂しいので、この柔らかい口を使った応用技を皆さんにご覧いただきたいと思います。じゃあ空気とですね水を一緒に出してリングにしてもらいたいと思います。バブルリングです。さあじゃあグレイにやってきてもらいたいと思います。さあこれ一瞬ですからね、皆さんカメラ、しっかり準備しておいてくださいね。連写とかがいいかもしれないですね。さあグレイ呼吸を置いてから来てくれました。こっちだよ。じゃあ行きますよ。まずは正面から行くよ。あ、これ勝手に上がっていっちゃいましたね。はい、勝手に上がって、はい、呼吸いっちゃいましたけども、行きますよ。ほいほいほい、はい、はい、ちょっとですね、また勝手に呼吸いっちゃいましたね。はい、これですね、バブルリング作ってくれたんですけど、ちょっとこれ後でやろうと思ってないですからね。行きますよ。ほい、おお、正面からのバブルリングですね。もう一回行くよ。上手ですね。真ん中でこうリングを作ってくれました。そして今度水面からリングを作ってくれます。皆さん初めて見たようなリアクションお願いしますね。はい、行きました。これ綺麗ですね。上手、上手だね。よし、じゃあこっちの左手のお客様の前でもバブルリングやっていきたいと思いますよ。いくよ。よし、はい、はい、上手に今度できて、そして上からもいきますよ。よいしょ、綺麗なバブルリング作ってくれました。はい、調子よかった。よし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 、間違えちゃったね。よし、じゃあグレー踊ります。さあ後半はとても良かったですね。じゃあ次はちょっと気分屋さんなターニャに来てもらいたいと思います。さあターニャちょっと後ろでボールで遊んでますが大丈夫でしょうか。ちょっと心配になってきましたけれどね。はい、今ゆっくりとですねトレーナーのところにボール届けているところなんですね。そうですね、じゃあほどいちょっと顔を見せてもらいましょうかね。はい、あまりここでホドイ出てこないんですけど、ちょっとホドイにも来てもらいましょうね。ホドイありがとうね。なんかできるかな。よいしょ、
はい、やっぱできないですね。ほどね、ほら、うん、ちょっと無理ですね。はい、ほどありがとう。さあ、あまりですね、つなぎにはならなかったかもしれませんが、タニア気を取り直しやってきてもらいたいと思いますよ。さあ、タニアこっちだよ。はい、呼吸を置いてきてくれました。よし、じゃあターニャ今度頭の上からリング作ってもらいたいと思います。鼻からリングを作ります。いきますよ、よいしょ。さあ、もっと上手にできるかな。お、だんだん綺麗になってきたね。いくよターニャ、ほい。ああ、エンジェルリングと呼んでいます。ターニャ、こっちこっち。天使の輪のような、はい、綺麗なリング作ってくれました。さあ、こちらのお客様の前でも、よし、タニア行くよ。よし、タニア、こっち、下の方行こうかな。よし、はい、今度もとっても綺麗でしたね。まさに天使のリングのようでした。タニア、ここ行こうか。よいしょ、はい、バッチリです。タニア上手だったね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ今日ターニャよくね活躍してくれたね、ありがとうね。よっしゃ、ターニャ戻ります。このようにですね、ベルーガたちは速く泳いだり高いジャンプはできませんが、ベルーガならではのですね、魅力を知っていただけたかと思います。それではですね、最後にイベントの終わりということで、グレイに終わりの挨拶に来てもらいましょう。さあ、グレイこっちだよ。奥からグレイやってきます。よーし、じゃあですね、最後皆さん一緒にですね、バイバイしてくれますか。両手でバイバイいきますよ。あれ、またちょっと勝手にですね、僕言っちゃいましたけれども、さあ、グレーも準備をしていきますよ。せーの、バイバーイ。やってるかな、グレー。あー、気づいた。さあ、グレー、じゃあこちらのお客様の前でも、じゃあ行きますよ。せーの、バイバーイ。あー、上手上手。はい、グレー、ありがとう。それじゃあこれでイベント終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この後も名古屋港水族館では様々なイベントを用意しています。この後もどうぞごゆっくりとお過ごしください。はい、グレー戻ります。上手でした。はい、バイバイ。じゃあですね、先ほどの餌の魚、これ実物近くで見たいよというお客様がいらっしゃればですね、ぜひ僕もうちょっとここにいますので見に来てくださいね。どうもありがとうございました。